はい、どうも皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。日本のフィジーク界に衝撃ニュースではないでしょうか。重大発表、エドワード加藤さん今年大会に出ないというね、発表をされておりました。びっくり、これちょっとびっくりした。昨日の夜中かな、なんか YouTube 見てたら、なんかそのサムネポンって上がってて、次の、え、いや、ワンチャンこれ前倒しで出たりなんかあんのかなって思ったら、今年は出ないというね、発表でした。まあ、すでにね、多くの方が見られてるのかなって思いますし、まあ、特にね、ハトクマのチャンネル見られてる方は、大体の、動画とかさ、いろんなの網羅されてる方多いと思うので、まあ、見てると思うんですけど、一応ね、貼っていいかわかんないんですけど、概要欄にその動画貼っておきますので、ぜひね、今すぐ見に行ってきてください。エドワード加藤さんが自身の言葉でね、いろいろ説明されてますので、まずそっち見た方がいい気もするんだよね、正直。なので、まだ見てなかったって方は、今この言葉を聞いた瞬間に、これ、もうポチッと押して、別タブで動画開いて戻ってきてください。お願いします。で、まあ、エドワード加藤さんのね、まあ、そこの話ここからしていくので、まあ、ちょっとネタバレにもなっちゃうのかもしれないんですけれども、まあ1日経ってるからいいでしょう。東京プロの予想もしながらですね、今年の出場大会について話されておりました。でですね、まあ、そこでまあなぜ出ないかみたいなね、話をされていたんですけれども、まあ、選手としてっていうところと、まあ、そのメンタル的な部分の話になるのか、まあ、経営者としての葛藤的なね、ところを話されておりました。まあ、エドワード加藤さん、リフトをね、まあ、もちろん今経営されてまして、リフトジムですとかアパレルですとかサプリですとかね、で店舗も増えたりとか、3周年だったりとか、まあ、結構忙しい1年を過ごされているというところで、まあ、直近はブランドン・ヘンドリクソンとアンドレ・ファーガソンとね、一緒に写真撮ったりなどしていて、まあ、すでに FWJ の動画ですとか、自身のインスタグラムで今年ジャパンプロに出るという話をされておりましたので、うわ、これ楽しみだなっていう風に思っていた方はハトクマだけではないとは思うんです。なので、まあ、そこだけを見れば、まあ、残念な報告ではあるんですけれども、ただこれまた楽しみな話にもね、なるんじゃないかなとも個人的には思ってますっていうね、そんな話なんですけど、皆さんはね、どう思われましたかっていう、まあ、できればなんかね、まあ、プラスに転じるような、なんか感想とかね、もし、あれば、それをコメント欄にね、どんどん書いていただければというふうに思うんですけど、もちろん残念はね、残念だと思うんですが、で、まあ、エドワード加藤さんですね、動画の中でいくつか気になるね、ワードを発せられておりましたが、その中でも、ちょっと一つね、こう、気になったというかね、思ったのは、まあ、その、自身の、プロとしてのね、今後の、まあ、だから選手生命的なところにも触れられていたと。まあ、それは、まあ、直近のね、ご自身での、まあ、大会の戦績的なところからも、来ているのかなというふうに、思うんですけれども、というところもあって、次の大会はむちゃくちゃ大事ですという話をね、まあ、されておりました。なので、まあ、そのマインド的なところでも、まあ、なかなか難しい。まあ、このタイミングの発表になったのは、おそらくね、まあ、大会まで残り4ヶ月切ってきたところなので、まあ、このタイミングだったのかなっていう気が、まあ、するんですけれども、はい、というところですが、まあ、皆様いかがでしょうか。まあ、プラスに転じる的なところの話をすればですね、まあ、そのオフを長く設けることで得られるメリットっていうのは結構あると思うんですね、ハトクマは。まあ、それはやっぱり他のプロ選手もしかり、で、やっぱり自身の弱点というのが明確化、されていて、やっぱりそこが原因だったりとかして、なかなかこう、成績がついてこなかったり、結果が出なかったりみたいなところで、出続けていても、まあ、どこかで変わるかっていうと、トレンドが変わらない限りは難しいんじゃないかなみたいなところで、やっぱり長くですね、オフをしっかりと設けて体を作り変えていくみたいなね、ところが、まあ、必要だったりする選手っていうのは、まあ、エドワード加藤さんだけではなく、まあ、いろんなプロ選手、プロだけじゃなくてもね、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では、まあ、直近の成績っていうところで、やっぱりまあその他の筋肉とのバランスであったり、まあ、全体のサイズであったり、まあ、プロポーション的なところであったりっていうところが、このコーチ、まあ、今リジンボとかを見ているね、もうオリンピア選手どんどん輩出している、世界的にもどんどん知名度が上がってきているコーチとタッグを組まれて、約、まあ、まあ、どこの大会に来年ね、出るかはわからないんです。来年出るとは言ってるんですけれども、まあ、おそらく東京プロじゃないかなって個人的には踏んでるんだけどさ、はい、というところなんですが、まあ、そこで、こう、1年ちょいオフを取ってガラッとね、まあ、
あの去年の大会からって考えればもっと長い期間でオフを取ることになりますので、そういう意味では、まあ、その超進化したエドワード加藤さんが見れるんじゃないかっていうワクワク感はすごいある。ハトクマはみんなどうっていうところなんですけど、だからまあそれこそ例えば、まあ、メンズフィジークの選手なんかは特に毎年大会に出たり毎年オリンピアに出る選手っていうのはむちゃくちゃ多いね。もちろんカテゴリーではあるんですよ。なぜかといえば上のカテゴリーと比較した時にそこまでサイズをねつける必要がないので、まあ、オフの期間もそんなにめちゃくちゃ取る人が、まあ、少ない。もちろん怪我とか家族の問題とか、まあ、そういうのでオフを取る人はいっぱいいます。今回ねタンパポロのメンズフィジークの結果でサディークの話ね、してるんですけど、まあ、サディークに関しても2019年出てから3年空けてで今回また2年空けて出てきたりとかして、それはまあ家族だったり子供だったりねがあったりですとか、あとジェレミー・ブエンディアなんかはまあ怪我があったり、まあいろいろあったりですとか、っていうのはあるので、やっぱりオフを取る人はまあオフを取ります。エドワード加藤さんも今回喋られてる以外にもねもちろん理由があるかもしれませんが、まあでもとにかく、まあ、来年ね、まあ、出られる、まあ、来年のどこの大会になるのかわからないんですけれども、まあ、その経営者としての動向とかはさやっぱわからないじゃないですか。でもその筋肉的な成長っていう意味を考えればすごく楽しみなね、風にもなるんじゃないかなって個人的には思ったので、まあ、この発表は残念なところもありめちゃくちゃ楽しみだなって思うところもありみたいな、そんな感想でございましたと。はい、ということで、まあだってまあカテゴリー違うけどさ、オープンボディービルとかさ 2,3 年ぐらいオフ取る人もいるじゃないですか。それさっきも言った通りやっぱりこの、まあ、どうしても毎年出るとオフの期間って取れても半年ぐらいだと思うんですよね。でやっぱりそこから減量があってとかってあるじゃないですか。そうするとやっぱりどうしても弱点を克服する、それがまあサイズをつけるっていうところになってくると結構難しい。だからまあ 2,3 年オフを取るみたいな、まあオープンボディービルダー特にプロポーション重視のね選手なんかは多いんじゃないかなって思いますし、まあそれこそカテゴリーが変わる選手とかね、メンズフィジークからクラシック行きますとかクラシックから上行きますっていう選手はやっぱり絶対的にサイズが必要なので、やっぱその毎年毎年大会に出るっていうのは厳しい。なんて来た時にまあオフを取る選手もやっぱ多かったりするとは思いますのでっていうね、ところ、まああとはまあ急激にねその短期間で急いで筋肉をつけすぎてもいろいろと大変なことになりますからっていうところもありますし、というところを考えたらやっぱりこういったね、エドワード加藤さん今回まあいろんな理由がありながらも、まあ、選手として、まあ、オフを取られて来年、大会しっかり出ていこうみたいな、そういう決断は全くねむしろなんか戦略的じゃないけどさ、なんかそれはそれで面白そうだなみたいな、ワクワクするなみたいな風に、はい、感じましたっていう、そんな動画でございました。はい、ということでちょっとねあの長々と喋り続けてもなんか終着点見えなくなって、ぐちゃぐちゃになりそうなので、この話はっていうかまあ今日のこの動画はねここで終わろうと思いますが、皆様ぜひですね、まあ今回エドワード加藤さん大会、今年は見送るという発表、ありましたが、このあたりに含めてまあ感想等ございましたら、コメント書いていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。まだハトクマチャンネルのご登録されていない方いましたらぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてこの動画の高評価ボタンのクリックもバシバシ押していただけると嬉しいです。バシバシ押しすぎるとね押してないことになるのでバシッと押しちゃってください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様バイチャ。